はいどうもこんにちは、マクです。また最近手抜き動画ばっかりで申し訳ないんですけど、月末恒例お小遣いの内訳動画撮っていきたいと思います。とその前にね、先週末お伝えしてた YMAX 月額399円のキャンペーン、速攻で終わってました。実はあれから思い直してプララモバイルの保険代わりに申し込みしようと思ってね、今朝から時折トクトク BB さんのページ開いてたんですけど、全然ダメでした。結果やはり申し込み殺到したみたいで、月末を待たずにもう締め切られてました。5年後には完全消滅っていうか YMAX2 プラスへ移行が決定してる YMAX なんですけど、その動向はこれからも興味深く追っていきたかったんでね、やっぱりね、契約するべきでした。もともとは今年の9月から待機縮小の情報出てたんですけど、ちょっと伸びたんでしょうか。先ほどコメント欄に来年縮小との情報もいただいたんですけどね、どうなんでしょうかね。まあ仮に3分の1になってもアンテナマックスだと10メガぐらい出るんじゃないかと思ってます。あくまで単純計算なんですけども、そのあたりも検証してみたかったんで、やっぱり先週のうちに言っとくべきでした。少なからずご不安はあるでしょうけど、とりあえず契約成功された方は羨ましいです。またご報告いただけると嬉しいです。はい、それではお話を戻しまして、僕のお小遣いの内訳見ていきたいと思います。先月かなり散財したんで、今月はあんまり買い物できなかったんですけど、でもね、ちょっとまた衝動買いしたものもあります。なんでね、今月も実はそこそこ使っちゃってます。宝くじとか当たらないっすかね。はい、それでは詳細見ていきたいと思います。ちなみに全て税込み送料込みの実際に支払った額となります。まず最初にプララモバイル LT 月額無制限プラン、これの月額料金が2980円、今後毎月かかってくる費用です。そして今月は初期事務手数料の3420円もかかりました。で次にこの前ご紹介したモバイルルーター HW-01F が16000円だったんですけど、実はちょっと余ってた Amazon ポイントを使ったんで15178円で、その保護フィルムが597円でした。で最後に謎の買い物、これねちょっと衝動買いっていうにはお高かったんですけど、9500円でした。まだ手元に届いてないので、到着したらまた動画でご報告したいと思います。はい、これで今月の買い物は以上です。謎の買い物以外は下にリンク貼っておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。毎度のことながら僕の毎月の決して多くないお小遣いの総支給額はお話ししません。普段コンビニなんかでの買い物やお弁当ない時のお昼ご飯代、たまに飲みに行ったりの費用もそこから捻出してるんで、あんまり参考にならないからです。っていうかちょっと恥ずかしいのもあるので割愛させていただきます。はい、で今月の買い物全部合計すると31675円となりました。いや、やっぱり衝動買いした分が効いてますね。で次にね、今月は売却したものもあります。本当はね、手放したくなかったホームパッド7と YMAX 解約に伴って不要になった NAD11、 これをオークションで売却しました。ホームパッド7がちょっと思ってたより高値つかなくて残念だったんですけど、オークションはそういう危険性もはらんでます。なんで超絶おすすめはできないんですけど、僕みたいにいろんなもの欲しくて試してみたいけど、そんなにお金に余裕がないという人には必要不可欠の手段です。でこの2つの合計を33050円でご落札いただきました。ということで今月は支払い合計額31675円から33050円を引くと1375円の黒字となりました。ただ忘れてはいけないのは先月の大赤字です。先月の出費が49883円です。これってそれまで貯めてた Mac 購入貯金を完全に切り崩してしまってるんで、ちょっとこれから軌道修正していきたいと思います。と言いつつ今回も9500円の衝動買いしたわけなんですけど、しかもね、これあんまり上手な買い物ではなかったと思ってます。その金額自体はお安く買えたんですけど、購入にあたっての経緯にちょっと問題があるわけです。そのあたりも含めてまた今度お話ししたいと思います。はい、ということで今月はあんまり買い物しなかったんで、サクッと短めに終わりたいと思います。月末恒例のカジマックお小遣い内訳動画でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。